土砂で、交通土砂電気鉄道土砂電気、鉄道株式会社とは、かつて、高知県高知市にあった、路面電車と、路線バスを運営していた会社である。2014年10月1日より、高知県交通、土砂電ドリームサービスとともに土砂電、交通株式会社へ、事業を統合した。もっぱら地元では、土電もしくは、土砂電と呼ばれていた。県内では、 土砂電鉄、また土電と区別するため鉄道関係雑誌などでは土砂電と呼ばれることが多かった。高知県は土砂電以外に電化路線が存在しないため電車と呼ばれることも多い。以下に記す、鉄道、軌道事業、バス事業についての内容はとさで、運交通への移管直前の2014年9月30日時点のものである。軌道事業として、 高知市内を呼び、阿川郡井の町内で、井野線、五面線、三橋線の三つの路線を、高知県内を中心としたエリアで、路線バス、高速バス、貸切バスをそれぞれ運営していた。路面電車の三路線は、張馬や橋停留場で交差しており、総延長は 25.3km で、広島電鉄に次ぐ規模の路線を有する。 市内中心部と東西の郊外を直接結んでおり、電車の運転頻度も比較的高いため利用しやすい。かつては5面や期間の鉄道線も運営していたが、車社会の進展と国鉄は左線の建設のため1974年に廃止された。利用者獲得、利便性向上のためパークアンドライドによるマイカーと公共交通機関の共存。 電車、バスが、同一ホームで乗り換え可能なように改修、老朽化した駅舎の建て替えに合わせた、コンビニエンスストアの併設し、地元のコンビニエンスストア 3F と提携し、定期券の継続手続きを行うなどの努力を行い、鉄道事業に限れば、ほぼ収支は、均衡していた。ただ、利用者は1960年前後をピークとして、減り続けている。 1969年からは、日立製作所と日産自動車が最初のスポンサーとなり、長崎電気軌道に次いで日本で2番目となる電車車体の全面広告を開始した。当初は試験的な意味合いが強く、その後一時中断したものの、1978年から本格的に導入。 広告電車を運行する企業はそれを、さらに会社パンフレットなどの広報に使うこともあり、ゲーム会社ハドソンはモノタロウ電鉄シリーズを広告するため600系電車を利用した電車を1994年から1999年まで運行、さらにそれを日本全国に流すテレビ CM にも利用した。最近では2005年3月5日から6月17日まで、 放送されたポカリスエットのテレビ CM にて、走る女子高生に並走する形で全面をポカリスエットの広告でラッピングした600系電車が登場した。2005年12月17日には名古屋鉄道から購入したも590系電車が運行を開始した。日本の地方鉄道の常として、数学利用客が横ばいなのに対して、 通勤利用が著しく減少し、高齢者や、新商社、車を持たない主婦の買い物などの利用に偏っている。今後、少子化による、通学定期利用者の減少は避けられず、軌道の経営は苦しくなると予想されているが、同時に高齢化のため、公共交通の維持が一層求められるという矛盾が生じることとなる。このため、かねてから、高知県や高知市では、 土ンに対して、公金を持っての支援を検討しており、県民の理解度を調査してきた。市民からは、学生や、高齢者を中心に存続を求める声が多く、この公的支援によりとデン交通が設立される、ことになる。会社では存続のための話題作りとして、ドイツ・シュトゥットガルト市電をはじめとする日本国外の、路面電車を1990年から、 購入、運行したり、2002年には超低小電車、ハートラムの導入などを実施した。しかし、外国電車も導入当初の話題性が薄れると1994年の910型を最後に中断となり、さらなる経営環境の悪化から2005年の2 0 0 0系2 0 0 3号を、最後に新造車の導入も中断されていた。このような状況か、将来性が見込めないとして、 1990年代に、土佐電気鉄道と高知県交通の2社は、高知県下を二分してきたバス事業について一元化し、経営統合する構想が持ち上がった。しかし当時は、資金調達の面で、両社間の調整がつかず、持ち越しとなっていた。2001年8月には、バス事業の経営効率化を目的として、100%子会社の土佐電ドリームサービスを設立。 南国市を中心とした路線の一部を同社へ移管した。長期間にわたり、膠着状態となっていた一元化問題が解決する。転機となったのは、2013年3月に、土佐電気鉄道の社長が、元暴力団関係者と関係を持っていたことを、理由に辞任した、不祥事が発生したことである。この一件を契機に、高知県の公共交通のあり方について、 検討を行う、中央地域公共交通再構築検討会が立ち上がった。この検討会において、土佐電気鉄道、高知県交通の2社合計で、借入金の金額が約75億円、かつ、約35億円の債務超過状態にあり、今後経営を維持していくのは、非常に困難であることが明らかとなる。そして、公共交通を維持していくためにも、 二社のバス、事業のみならず、軌道事業も含めた都佐電気鉄道全体、そして、同社の子会社である、都佐電ドリームサービスをも含めた三社の事業分離を、行うのが望ましいとの結論に達した。新会社には、高知県が50%、高知市を筆頭に、県内の市町村が50%を出資し、事実上の高企業として、再出発することになった。 そして当初の予定通り、2014年10月1日、共同分割方式により、新会社とサデン交通が設立され3社は、経営統合した。その後、2018年2月28日に、特別生産集結が決定。同年3月27日に、その決定が確定し、土砂電気鉄道は、名実ともに消滅した。営業路線以下の3路線は、 2014年10月1日から土砂電、交通に継承された。これらの路線にはトンネルが全くない。各地に向かう、最終電車の行き先表示には、LED 方式では、と表示され、幕府式の場合は赤字に白文字で表示された。廃止路線以下の2路線は、土砂電気鉄道時代に廃止された。在籍車両2014年9月30日時点で、 在籍していた車両は以下の通り。翌10月1日付で実施された土佐電交通への経営統合に伴い、全車両が同社に承継された。過去の保有車両以下の車両は土佐電気鉄道時代に運用を終了した。2014年4月1日改定。小には半額乗り継ぎ乗り換え運賃に関する特記事項。名古屋高知間夜行高,高速バス。 ドラゴンライナー高知徳島間高速バス、高知徳島エクスプレス全便高知県交通との共同運行、その他の路線ごとの共同運行会社はに記す。予約、発見業務のみ一般路線バス新塗装の一般路線バス原油路線廃止路線、囲みの数字は1993年に導入された路線番号。モノコック車両の例。 ドサデンドリームサービス所属者高速路線に使用されている車両はほとんどが日野車であるが三菱車も存在している。車番はナンバープレートの一連指定番号をそのまま使用している。一般路線に使用されている車両は日野車と三菱車が半々程度存在している。イスズ車は1976年以降皆無だったが2001年に 岩手県交通からボンネットバスの廃車を購入して復元したものが2009年5月に個人に売却されるまで一台存在していた。路線車のライフサイクルは25年から30年程度と非常に長く2006年頃までモノコックバスが多数残存していた。しかし経年劣化はいかん、ともしがたく2011年3月にモノコック車は全廃となり、 スケルトンタイプの経年車も廃車が進んでいる。近年は、こうした経年車の置き換えを進めるため、子会社のトサ佐電ドリームサービスと共に軽半バスや半急バスなどからの譲渡車を導入し、現在も増備されている。なお、モノコック車の中には、方向膜が LED 式に改造されているものも存在するが、行き先表示が幕式だった時系統廃止になっても、 幕の交換をあまりせず系統追加の場合もそのまま、継ぎ足していたためコマ数が100を超える車両が、ほとんどだった。そのことと系統が複雑なせいか上りのバスは、幕の巻き取りに時間がかかるため、単に針や橋、針間や橋、端、針間や、橋三橋車庫、三橋車庫、県庁前の表示を見かけることが多かった。また、市内路線専用で、整理検機、 運賃表示器を装備しないタンク管仕様の車両もあった。路線車と貸切車の車体の塗装はそれまで銀バスと呼ばれた銀色一式から昭和20年代末に市畑電気鉄道の塗り分けを参考にし、白地に屋根と中央部のラインが緑、株を小豆色に決めた。現在でもある貸切車のお長鳥のエンブレムは1955年に採用された。 路線車は、現在の塗装になったのは1966年、新夜式線がワンマン運転を開始した際に採用され、順次た路線がワンマン化されるのに伴い変更された。貸し切り車と区別するため中央部のラインが青で、そのライン上に、土佐電気鉄道の車名表示があり、そのため年配者から、青バスの愛称で親しまれている。1980年代後半に、 青から、現在の緑に変更し、社名表示も高下部に変更となった。2010年7月から路線用の22号車が白、ベースに、緑と黄緑のラインが入った、新塗装となった。バスについては、高知しない気に付く間を除いて、初乗り130円円の待機録完成で、IC カード、ですが採用後は、基本的に、全路線で、 整理券が発行される。放置しない金につく感は200円である。ありがとうございます。